スタンダールリエージュ。スタンダールリエージュはベルギーリエージュを本拠地とするスポーツクラブ。正式名称はロワイアル・スタンダール・ド・リエージュ。ロイアル・スタンダード・ド・リーチ。サッカー部門はジュピラープロリーグに参加している。オランダ5名はスタンダルト・ライク、ドイツ5名はスタンダルト・リュキヒ、あるいは1963年にラグビーユニオン部門。 設立されれた女子子サッカー部門を有してており男ととと区別するることなくと呼ばれてい1898年創立。RSC アンデルレヒト、クラブブルッヘと並ぶ、ベルギーの3市に入るサッカークラブである。ベルギー南部のアロン地域を代表するクラブでもあり、リーグ優勝10回は誇る。また、ベルギーカップを6度制し、1981から82、 シーズンには UEFA カップビィーナーズカップ決勝に進出しバルセロナに2-1で敗れた。1921年より連続してベルギーリーグ一部に所属している国内最長記録。近年は常に上位争いの中にある。ユニフォームの赤色からレルーナス、レルージュあるいはレルーシャス、レルーシュの愛称で呼ばれる。フランス語で赤を意味するルージュ、ルージュは リエージュのアクセントで発音されたとき、ルーシュ、ルーシュのように聞こえる。また、ワロン方言では、赤は、ロドエとなり、レ・ロドヘイスも、スタンダールの選手に対する愛称である。1898年に、リエージュにある大学、コレージュ、サンセルベの学生により発足した。行政上の手続きミスにより、記録上は1899年と、残っている。 クイントでサッカーをしていた彼らは投票を行いクラブの名称をスタンダール・スタンダードに決定した。この名称は当時フランスのパリで人気のクラブであったスタンダード AC からられている。クラブのカラーは赤と白が選ばれた。20世紀初頭、ベルギースポーツアスレティック連盟に加盟していたスタンダールはムーズ・カーゾインのポブリ・ベロドロームに移転した。スタンダールの永遠のライバル、 FC リエージュもまた19世紀末までこの競技場を使用していた。1902から1903年シーズン、スタンダールはジュニアカテゴリーでの初めてのシーズンを囲った。1905年のリエージュ万国博覧会のためにボブリ公園にパレデボザールが建設されたため、1904年、クラブはソイノへの移転を余儀なくされた。1909年、地主が サッカー選手を追い出したため、再び、ムーズ川沿いのスクレさんの草地を、年300ベルギーフランで借り、移転した。同年、クラブは一部に昇格した。リーグは、第一次世界大戦によって1913から1914シーズンまで中断した。中断明けの1919 19から1920、および1920から1921シーズン。 スタンダールはプロモーション、プロモーション、当時の二部で過ごしたが、1920から1921には二部で優勝し、マリノワ及びアンデルレヒトと共に再び一部に昇格した。その後は、降格することなく一部に止まるものの優勝はなく、降格の危機にさらされることもあった。第二次世界大戦の直後、スタンダールの元選手で首相を務めたロジャー・アップチが、 クラブの事務総長となった。プチは代表のポール・ヘンロアと協力し、スタンダールをまさにプロフェッショナルクラブへと変革し、ベルギーサッカー界の頂点へと押し上げた。1954年、ベルギーカップを制して初タイトルを手にし、1957から1958シーズンにはリーグ初制覇を果たした。1960年代から1970年代、 初頭は数々の栄光を手にした。1958年から1975年の間にスタンダールはリーグを6度、ベルギーカップを2度、5度の決勝進出、リーグカッププロを1度制覇した。オーストリア人のエルンスト・ハッペルに率いられたスタンダールは1981年のベルギーカップを制した。翌年、レーモン・ゲタルスが指揮を取ることとなった。これは スタンダールの歴史上で最高かつ最悪なページの幕開けであった。レーモンド・ラ・サイエンス、科学者に引き入られ、クラブはベルギーリーグオレンパ、ベルギースーパーカップで2度の優勝、3度出場、特に1982年の UEFA、カップウィナーズカップでは決勝に進出した。決勝は1982年5月にバルセロナで、相手は FC バルセロナであった。 スタンダールは1対2で敗れ、準優勝となった。1984年、これらの成果は、スタンダールワーテルスカイ事件の暴露によって汚された。バルセロナとの試合の数日前、ベルギーリーグにおける優勝を確かなものとし、バルセロナとの決勝の前に怪我なくプレーするため、スタンダールはそうワーテルスカイのキャプテンオランド・ジャンセンに近づき、リーグ最終戦での八王朝を持ちかけた。 このスキャンダルにはエリック・ゲレツを含む数人の選手や監督のレイモン・ゲタルスが関与していた。ゲタルスは出場停止処分を逃れるためポルトガルへと移った。この事件の後、スタンダールはほとんどの選手を出場停止によって奪われた。クラブがこの痛手を取り返すには長い年月を要した。1993年、スタンダールはベルギーカップで優勝し、 リーグは2位で終えた。1995年にもリーグで2位につけた。1996年を併合した。1996年にはインタートトカップ決勝に進出し、カールスルーエース C と対戦したが、2戦、合計2対3で敗れた。1998年、スタンダールはルシアン・ディオのフリオと彼の友人の実業家、ロバート・ルイス・ドレイファスによって、 破産から救済された。1999年と2000年、クラブはベルギーカップ決勝で2年連続敗れた。6年後の2005から2006シーズン、スタンダールはリーグタイトルに近づいたが、アンデルレヒトに5ポイント差をつけられ2位に終わった。監督のドミニク・ドノフリオは、クラブを率いて上位の成績を残していたにもかかわらず、一部のファンから強い批判を受けた。 この年、リーグを2位で終えたことから、チャンピオンズリーグ予選3回戦からの出場資格を得て初出場したが、ブルガリアのステアウアブカレストに敗れて、本戦出場は果たせなかった。2006から2007シーズン、クラブは開幕からつまずき、監督のジョハン・ボス・キャンプは解任され、ミシェル・プロドームが就任した。この年、リーグは、アンダレルヒトとゲンクに次いで3位で終えた。 ベルギーカップでは決勝に進んだが、FC ブルッヘに敗れた。UEFA カップでは、第1ラウンドで FC ゼニとサンクトペテルブルク、優勝クラブに敗れた。2007から2008シーズン、スタンダールは25年ぶり9度目のリーグ制覇を果たした。2008年4月20日、ホームでアンダレルヒトを2対0で破り、優勝が決定した。このシーズンの終わり、 2008年5月26日に、監督のミシェル・プロドームは退任し、ゲントに移ることを発表した。アシスタントのマル・フェレーラとスタンバン・デン・バウスもチームを去った。2008から2009シーズンは、ラース・ローベル2が新たな指揮官となった。このルーマニア人監督は、まず、アンダレルヒトとのベルギースーパーカップで勝利した。そして、クラブに、連覇、10度目のタイトルをもたらした。 このシーズンは、アンダレル人と勝ち点及び勝ち数で並んだため、リーグ戦終了後の2009年5月21日と24日に、プレーオフが行われ、ブルセルで行われた第一戦は1対1で引き分け、ホームでの第二戦は1対0で勝利し、優勝が決まった。欧州での戦いは、チャンピオンズリーグ予び予選3回戦のリバプール戦から始まった。ホームでの 1> 第1戦は引き分けた0対0がアンフィールドでの第2戦は延長119分にディルクカトに得点され0対1で敗退した。UEFA カップに回ったスタンダールは1回戦でエバートンと対戦した。イングランドでの第1戦で引き分け2対2た後、第2戦はアクセルビツェルとミランヨバノビッチのゴールで勝利し2対1グループステージに進出した。 グループステージでは、セビージャ1対0、サンプドリア3対0、パルチザンベオグラード1対0、シュトゥットガルト0対3と対戦し、3勝1敗のグループ首位で通過した。スタンダールは1982年のカップウィナーズカップ決勝以来、初めて欧州の冬シーズンに駒を進めた。ラウンド32のクアウトステージでは、ブラガと対戦し2戦。 合計1対4で敗退した。2009から2010シーズン、ミシェル・プラティニによる参加資格の変更により予選が免除されチャンピオンズリーグのグループージに初めて参戦した。グループではアーセナル、オリンピアコス、AZ ・アルクマールと対戦した。オリンピアコスからグループステージ初勝利を挙げたものの、この1勝にとどまりグループは3位に終わり、 ヨーロッパリーグの決勝トーナメントへと回ることとなった。その一方で、リーグでの不振によりラースロー・ベルニーの退任が決まった。後任は3度目の指揮となるドミニク・ドノフリオとなり、ベルギー U-21 代表監督であったジーン・フランス・ワデ・サルトがアシスタントコーチに就任した。この変化にもかかわらず、レギュラーシーズンは8位に終わり、新形式の優勝決定プレーオフへの進出を、 逃した。リーグ3連覇を逃したものの、ヨーロッパリーグ2009の2010では、成功を収めた。ラウンド32では、レッドブルザルツブルクに2戦、合計3対2。ラウンド16では、パナシナイコスに2戦、合計4対1で勝利した。準々決勝のハンブルガー SV 戦では、2戦、合計5対2で敗退し、欧州での挑戦を終えたが、メディア及びファンから賞賛を受けた。 2010から2011シーズンはヨーロッパリーグへは不参加リーグは6位で優勝決定プレーオフに進出したプレーオフでは好調でレギュラーシーズンの勝ち点の半分との合計勝ち点51で元気と涙がスタンダールのシーズンからの勝ち点が試写購入により0.5点加点されていたため優勝は元気となったこのシーズンはベルギーカップの決勝に進出 KVC ウェステルローニに2対1で勝利した。2011年6月23日、ベルギーの実業家、ローランド・デュ・シャトレが、クラブの株100%を取得し、新オーナーとなった。新オーナーの初年度、クラブは、ヨニ・バイオンズ、ウィリアム・ピンクは、ジェフリー・ムジャンリ、リア、イグナシオ・ゴンサレスを獲得した。チャンピオンズリーグ予選3回戦では、FC チューリッヒに敗退。 ヨーロッパリーグではよく戦い、ハノーファー96、FC コペンハーゲン、FC ボルスクラポルタバと争った、グループリーグを首位で突破した。一方、国内では振るわず、欧州への切符には、手が遠く、引き分けや負けを積み重ねていた。攻撃面の補強のため、冬の遺跡市場では、ラミワーション、ビルキル・ビアルナソン、セルジュがクペを獲得した。 ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦を突破した。あと、ラウンド16では、グループステージで、負けがなかったハノーファーに敗れた。国内リーグでは、瀬戸際で優勝プレイオフに進出したが5位に終わり、次年度の欧州への切符を手にすることができなかった。シーズン最終戦、監督のジョゼリガはファンに対して、退任を発表した。後任には、オランダ人のロンヤンスが就任した。 2012年7月17日、リールセース、S、K から日本代表ゴールキーパーの川島、エージを3年総額60万ユーロで獲得することに合意した。川島は、スタンダール初の日本人選手となった。川島に加えて、フレデリック・ビューロ、フランスリーグアンの SM カーン所属、アストリッド・アイデイリビッチ、スウェーデンの若手、マーピンを軍事ミ、以前は、ゲンに所属、ズズビトン、 シャルル・ロアイス・シー所属のアタッカー、ヨハント・トバーリス、ディフェンダーを獲得した。スタンダールはまた、未来を見据えて、マンチェスター・ユナイテッドのエゼキエル・ライアーズなど若手を獲得していった。シーズンは、勝ち点15中10を獲得し好調であったが、その後4連敗を喫した。ホームでアンダレル人に勝利したものの、レイク・モンストのワロンダービーでは敗れた。 勝ち点33ポイント中13ポイントの12位の不審により、監督のロン・ヤンスは2012年10月22日に解任され、新監督にはミルチア・レドニクが就任した。スタンダード・リエージュの最大のライバルは RSC ・アンデル・レヒトである、なし。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。